吉田神社での追納、と年中行事が上より、記念教意識放送し追納とは、大晦日に行われる宮中における年中行事。鬼を払う儀式、または民間で節分などに行われる鬼を払う行事。な、あるいは大名、掛けるな、鬼洗い、なさい、なかいとも呼ばれる。中国で宮中で行われる壁舎の行事として、新年の前日である大晦日に行われていた。 日本でも大陸文化が取り入れられた過程で宮中で行われるようになり、年中行事として定められていった。馴人たちと法奨師、それに従う子たちが行事を取り行う。なという字は払うという意味があり、法奨師は大名、語は小名とも称され危機を払う存在とされている。中国で行われていた儀式では皇帝らの前で片少師と数多くの子たちによって、 エキキたちを恐れさせる内容の舞が行われた後、その鬼たちを代理の門から追い出して、都の外へと払った。片少子は四つの目を持つ、四角い面をつけ、右手に矛、左手に大きな盾を持つ、宝少子が熊の皮をかぶり、エキキや血み毛量を追い払うとされている。子たちは黒い衣服をまとっており、子供たちがその役を務めた。日本での大名は、 なじんは、桃と足で作られた弓と矢を持ち、奉送し、子たちは代理を回り、恩苗師が鬼に対して、供物を捧げ祭文を読み上げる。片昌子たちが鬼を追いやって、門外に出ると鼓を鳴らして、鬼たちが出たことを知らせ役払いをする。その後も、都の外へ外へと四方に、鬼たちを払い出すための行事が合わせて行われた。しかし、平安時代には、 鬼たちに対して用いられる役割を持っていた桃と足の弓矢を放送し、子たちに向かって使っていた描写も年代が進むに連れて見られるようになり、彼ら自身が儀式の中で鬼を示す役割に変化していったと見られている。子たちは、貫圧がその役に当たるとされており、青紺色の衣服をまとう。ついなの檻に春や秋のつかさめしの地木の際に漏れたものを、 人間することも行われた。これを鬼洗いの字幕とも言う。宮中行事であった鬼洗いは、鬼を払う内容から、節分の豆まきなどの原型の一つであるとも考えられている。しかし豆まきについては日本での鬼洗いの儀式には組み込まれておらず、鬼を打ち払う他の行事から後の時代に流入をしたものである。ついなは鬼ごっこの起源ともされる。 民族学者の柳田男は伝統的な子供の遊戯は大人の真似によって生じたものとし、元は神の功績を称える演劇を子供が真似たという説を唱えた。現在、民族学では鬼ごっこの起源が鬼洗いや鬼洗いにあるという意見が主流であるが、一方で追う者と追われる者の,の鬼の役割が正反対だとする忠道太郎による反対論もある。中国では、 論語に、名の子が見られる。古い時代には、大晦日のみに行われるものとは語られておらず、年間に3度行われる形が取られていたりもした。随所によると、随王朝ではこの方式を採用していたようで、年に3度行われている。陸朝時代頃に、大晦日とされる形ができたと見られている。当以後は行事に用いられる人数も増大していくようになったが、宋の時代には、 宝将子たちによる舞は失われて、無事にや、正気などが儀式に登場するようになった。宮中のほかに、民間でも同様の駅器を追い払う儀式が行われており、なぎなどと呼ばれており、現代も中国各地で民間行事として受け継がれてもいる。日本の文献では、俗に本気に見られる、天下諸国駅室、百姓だし、四作にぎ牛一大な十二月開日の記事という、 駅気払いをするために行われた記述が古いものとして挙げられる。日本の大名でも用いられ始めた桃や足の弓矢は中国の儀式でも魔除けの効果を持つ武具として用いられていたものだが五感までの文献に見られる形式であり、それが伝来して固定化したものであると言える。三大実録には、追名での宝書を主役として関東地方から身長が六尺三寸以上のものを、 差し出させたこと5月19日なども見える。宮中での年中行事としての鬼洗いは、鎌倉時代以降は衰微してゆき、江戸時代には全く行われなくなった。一方、熟語としての、ついなや、鬼洗いは、宮中儀式を離れて、鬼を追い払う節分の行事全般の故障として、幅広く一般で用いられるようになり、節分の豆まきを称する熟語としても使用されるようになった。 9世紀頃には、桃の弓や、祭文の用いられ方の変化などから、儀式の中で目に見える存在として登場することはない。鬼を追う側であった、片称子や語が逆に、目に見える鬼として追われるような形に儀式が移り変わっていく様子が見られ、それと同時に、なお追い払うといった意味で、ついなという名称が、日本で独自に発生していったと考えられている。ついという呼び方は、 演儀式などに、その仕様が見ることができるが、それ以前の大理式などでは大名が用いられている。また、片章子たち、名の役割を持つ存在が、日本の宮中儀式の中で、鬼を払う者から、鬼へ、役割が変わったことは、九じ根源などの文献で、片章子を、鬼であると表現している点などからも伺うことが、できる。歴史学者の神の誠一や三宅和夫は、 宝生氏が、追納以外の行事にも魔除けの意味で用いられていたことを、あげ、死にまつわる点を持っていたことが宝省氏を、鬼と見る変化が宮中で起きたのではないかと論じている。日本では、平安時代から、宮中以外でも、公家、恩苗師、宗教者などを中心に、鬼やらいの行事を実施するものが増加していくことにより、各地の寺社にも、なと関連した行事が根付いていった。 それらの中には、現在も、修正会、修辞会をはじめとした節分の行事として行われているものもある。自社での鬼洗い、追納の行事には、鬼の他に、美車門天などが登場したりもする。古式を復活させ、片称詞の面が用いられる、追納式を行っている自社もあるが、地方の自社や民間で行われてきた鬼洗いや、節分の行事に、駅器として登場するのは、 鬼の面をつけた鬼であることが多い。ありがとうございます。